はい、どうも皆さん、こんにちは。サンギーラです。本日もドラゴンプロジェクトで、遊んでいきたいと思います。で、今日は、前回ですね、この弟が引いた、翡翠少女、ランク SS のクエストを、いきたいと思います。はい。では、カモン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 。ギーラさん。来た。ニーワールド。なんか、すごい正体20とか、正体じゃねえか。チャットか、これ。そう。チャットのみ。ボヨンボヨン、イエーイ。あと一人来るのか。え、退出しましたってなってるよ。なぜ？なぜ？何これ。普通にいるよ。ん？行く？じゃあ行ってみよう。行きます。はい。参ります。よっしゃ、強そう、一番右の人。ちょっと退出しましたってのは怖いな。怖いけど、大丈夫。大丈夫そうな雰囲気出してる。うん。雰囲気的には大丈夫だ。雰囲気でいこう。はい、来ました、ギーラさん。そう、そういうことね。それまでが NPC ってこと。そうだね。なんて親切、親切なゲームシステム。勝てそうじゃね、これ。早くね。さすが32レベルたち。どれが、誰が頑張ってる。誰だろう。ハルルンかな。ハルルン、ハルルン、ハルルン。ああ。ボヨンボヨン、何このなんとかの祝福やべんだけど。ハルルン、一回死んだ。逃げろ逃げよう。どうして生き返らせてくれない。あっ、やばい、生き返された。逃げていいのか私は。うん、逃げでも。逃げの達人だよ。本当にあのドカンドカンの声、めっちゃくちゃ遠くにいる。やべえ、早え。めっちゃ回復がやべえな、こいつら。すげえいい、マギオン。マギのクリアン。マギの、あれ次第で。強い、強いって言うか、全体回復みたいな。やばい。何ですか、何の武器ですか、職業的な。誰が、サンギーラ。サンギーラはランスです。ランス。これは、それは、あ、防御はできないんだ。防御できない。そこはモンハンとは違うみたいな。なるほどね。遠くから見るのはいいですね。そしてサンギーラは力尽きた。頼むよ。ボヨンボヨン、じゃあ回復。あ、危ない。アントニオ、私が回復係になりましょう。そうだね。オッケー、みんなよく頑張った。よし、逃げるぞ上からハルルンとアントニオに任せるんや。これ切ったりしなくても必殺が止まんだね。そう、時間でも遠くから撃つわ。撃てたら撃てたよ。かっこいいですね。うん、岩陰から一撃を届けさせる。すげえ回復。すげえ、ハルルン、ハルルンなんて。いや、アントニオも頑張ってる。あ、ちょっと俺が刺す。よし、死んでる。やったやったよ。最後俺じゃね。いや、僕だね。違うでしょ怒ってる、いいね、サンギーラ怒ってるうわ、イカチーノ倒した。報酬は何だろう。おお、なんか翡翠っぽいのが、なんか SS のなんか落ちたメダルみたいな。それで装備が作れるんです。なるほど。これとお金でそうだよ。あとなんか装備のなんか、だだだ、これは、あ、ハルルンだ。女の子じゃん。そうやで、めっちゃ可愛いじゃん。すげえ、 52% って半分じゃん。やば、ハルルン、やべ、ハルルン。オッケー、あ、フォローすればよかった。ミニスピー。まあ、名前で、名前でいけない。いや、向こうは俺のことフォローしてくんないから。いじけた。何それ。はい、というわけでね、今日はね、こんな感じの動画です。初めての SS クエスト、翡翠少女との戦いでございました。見事、勝利することができましたね。はい。ハルルンのおかげ。ハルルン、すべてはハルルン。いや、アントニオも。アントニオも。うん、ありがとうございました。はい、というわけでね、もしこの動画を気に入ってくれたらぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。